皆さんこんにちは。株式会社ボールドソリューション事業本部技術部の松本です。株式会社ボールドソリューション事業本部技術部の永田です。本日は AWS のスペシャリスト永田さんにお越しいただきました。永田さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ボールドチャンネル。永田さん、突然なんですけど、最近 SaaS とか IaaS って聞くんですけど、あれって何なんですか？それはですね、クラウドのサービスの種類になります。クラウドなんですね。はい、そうなんです。クラウドではサービスを利用するための前提として、利用者はとある環境を用意する必要があるんですが、それは何なのか分かりますか？クラウドっていうぐらいだからインターネットとかですかね？その通りです。今はパソコンもそうですが、スマホやタブレットでもインターネットを利用しますよね。これまではハードウェアもそうですが、ソフトウェアやデータを PC にインストールして利用するのが主流だったんですけど、クラウドが登場したことによって、オンライン上でソフトウェアの利用やデータのやり取りが可能になったんです。インターネットのことをイメージで雲と表現することが多いんですけど、その向こう側のサービスを利用しているということからクラウドと呼ばれるようになったと言われています。私 IT 業界に入って2年目なんですけど、もうその時ってすでにソフトウェアを PC にインストールするっていうのがなくって、インターネットにつないでやるっていうのが普通だと思っていたんですよね。今は当たり前ですけど、インターネットでユーザーにサービスを提供するっていうのがクラウドなんですね。そうですね。先ほど SaaS とか IaaS って挙げたんですけど、クラウドって他にもあるんですか？はい、もう一種類ありまして、ファーストと言われるサービスもあって、全部で3種類ですね。では一つずつ教えてもらえますか？それでは SaaS から説明をさせていただきます。 SaaS はソフトウェアアズアサービスと言いまして、インターネットを介してアプリケーションを提供するクラウドサービスになります。パソコンやサーバーに入れて使用するソフトウェアをブラウザーなどから利用するというふうに方法が変わった形になりますね。なので、ソフトウェアを購入したり、ウェブからアプリケーションをダウンロードしてインストールをするという手間が省けるんです。ちょっとパッと出てこないんですけど、はい、身近なもので SaaS ってあるんですか？そうですね、結構皆さんに知られているものですと、メールサービスの Gmail だったり。 Gmail も SaaS なんですね。そうなんですよ。あとはストレージサービスとして、ドロップボックスがあったり、今はマイクロソフトのマイクロソフト365というものがあると思うんですけど、そちらも SaaS のサービスになります。便利だなって思ってるものって全部 SaaS だったんですね。そうですね、今本当に SaaS でいろいろなサービスが展開されていますね。では次、パースについて教えてください。パースはプラットフォームアズアサービスと言いまして、開発環境を提供するクラウドサービスになります。インターネットを介してアプリケーションを動作させるためのハードウェアや OS の意識を揃えることができるので、システム開発にとても役立ちます。ってことは、環境を作るのに高いサーバーの箱とかは買わなくていいってことなんですか？そうなんです。めっちゃ便利ですね。主なサービスで言うとですね、 Amazon の AWS が提供している Amazon RDS ですとか、 Amazon Aurora、 Amazon のラムダと言われているサービスや Amazon S3 が該当します。また Microsoft が提供する Microsoft Azure の Azure SQL Database が該当します。先ほども松本さんがおっしゃられたと思うんですけど、パースを使用しているアプリケーションに関しては、 OS などのプログラムをカスタマイズすることなく使用することができるので、かなり導入が簡単になっているんですよね。ただし、最適な設計を行う場合には高い専門知識が必要になるんです。 SaaS って結構エンジニアじゃなくても使ったりする機会あるんだろうなって思ったんですけど、パースって SaaS みたいに気軽に使うようなサービスではないんですね。そうですね、今までオンプレミスで開発をしていた部分をクラウドで利用するようにしているので、そういった形で SaaS とはちょっと使い勝手が異なっているような状況になります。ボールドチャンネル。では最後に IaaS をお願いします。 IaaS はインフラストラクチャーアズアサービスとで、サーバーやネットワークなどを利用するクラウドサービスになります。インフラストラクチャー、要するに基盤ということなので、自由に構築をして自社に都合のいいサーバーアプリケーションを実行する環境を構築することができるんです。今までオンプレミス環境だったんだけど、クラウド環境へ移行したいっていうような要望は IaaS へ移行することが多いんです。特徴としてコンピューターリソースの拡大や縮小を自由に行うことができるんです。自由度が高い分、使いこなすには専門知識が必要になります。主なサービスとしては、 Amazon が提供している AWS の Amazon EC2、 Amazon Elastic Load Balancer、 Amazon VPC などが該当していて、また Microsoft 社が提供している Microsoft Azure のバーチャルマシンやロードバランサーも該当しています。
よく現場でオンプレからクラウドに移行するっていう話があると思うんですけど、あれってイアース使われるんですね。そうですね。今までと同じような環境でアプリケーションを動作させたいなど自由度が高いものがいい場合はイアースのサービスを利用することが多いです。先ほどクラウドだと自由度が高いとかおっしゃってたと思うんですけど、例えばメリットって何ですかね。具体的に AWS の話にはなってしまうんですけど、アプリケーションをリリースするときにスモールスタートって言って、まずは必要最低限のところから構築をするというような選択肢が生まれていきます。アクセスとかを分析してどのぐらいのサーバーの台数が必要だったりとかっていうところで増築をしたりロードバランサーを組んだりといった形でスモールスタートで始められる分、イニシャルコストが抑えられたりリソースの分配もいろいろ考えながら構築をすることができるので非常に便利になってくるんですよね。では次回でクラウドのメリットについて詳しく教えてください。わかりました。楽しみにしててください。本日は AWS のスペシャリスト永田さんにお越しいただきました。永田さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。